はい、それでは文系というお話をしていきますが、今まで散々文を書いてきました。で、ここに来てやっと最も基本的な文法をやるという、そういうお話になっておりますが、よろしくお願いします。文系ってこれ何なのというと、読んで字のごとく文の型です。文には型というものがあるのね。で、その型というのが5種類あります。で、そのうち今日は第一文系から第四文型までという4つの型をね、一遍にやってしまいたいなというふうに思っております。で、そもそもじゃあ文って何っていうふうに言われたら、文というのは主語が絶対に必要です。で、その主語が一体何をしたのかという述語が必要です。少なくともこの2つは必要というふうになるわけですね。その2つで成り立っているのが第一文型というものです。主語と述語になりますよ。述語の位置に動詞を使うんだったよという話でしたね。で、ちょっとかっこよく主語のことを S というふうに表現しましょう。述語の動詞のことを V というふうに表現しましょう。これだけで成り立つ。例えば I eat みたいな、私は食べますみたいな、これで主語と述語だけで成り立つ第一文型ですよという話でした。次、第二文型です。主語を置いて述語の動詞を置いて、この次に保護というものが入ったら第二文型です。じゃあ保護って何なのっていうと、アルファベットでは C で表します。 SVC というものになりますが、これは主語と同一人物だったり主語の様子を表していたりするものを保護というふうに呼びます。例えば I am a studentというふうに言ったら、私とここで出てきたこの生徒というのは同一人物ですよね。とか I am happy とかっていうふうに言ったら、これは私の幸せな様子を表しているというふうになる。こういうのを保護というふうに呼ぶんですよという話でした。次、第三文型です。これが一番使われるものというふうになりますが、主語 S 置いて述語の動詞 V 置いて、この次に目的語というのが入るんだよというものです。目的語 O というふうに表現します。 O なだけに目的語というのは O ってつくものですね。まあこれちょっと O だけじゃなくて2ってつくものが入ったりはしますけれども、これが一番よく使っている文かと思います。 I love you みたいな形です。私はあなたを愛していますっていうふうになって、これ O がついたので目的語というふうになるわけです。さあ、じゃあここで文型の見分けについてちょっとやっていきましょう。まずは1番です。 I make、 はい、これ第何文型ですか。はい、そうしたら I が主語、 make が述語、主語と述語だけで成り立っているので、これは第1文型というふうになります。では2番です。 He is a doctor、 彼は医者ですというふうに言ったら、これは第何文型でしょうか。はい、主語彼というのとこのアドクターというのが同一人物になってますね。っていうことはこれは第二文型というふうになるわけです。はい、次3番です。 She loves you、 彼女はあなたを愛していますというふうになったら、じゃあこれ第何文型ですかって言ったら、まあこれはもうさっき似たようなものやってるから大丈夫ですね。あなたをというふうになったので、 You は目的語なので SVO の第三文型というふうになるわけです。じゃあ4番、これは第何文型でしょうか。 I go to school every day という文です。さあ考えてみましょう。私は毎日学校に行くというふうになってますね。にってついてるねって思って第三文型って考えた人が多いんじゃないかな。これ実は第三文型ではありません。さあ、じゃあ第何文型なのか見ていきましょう。はい、文型を見分けるポイントというのがあります。この見分けるポイント何なのかというと、文の中に前置詞が出てくることよくあります。前置詞というのは to とか on とか in とかっていう、まあ、小さな単語たちですね。とかところ上司、場所や状態や時間は英文の一番最後に入るってやつですね。これは無視するという決まりがあります。つまりさっきの文で言うと、ここ I go to school every day のこの to が前置詞になっているので、これ以降全部無視です。ですね。そうしたらこれ以降全部ないことになっちゃうので、実はこれ I と Go しかない文という風になる。S と V しかないので、これ実は第一文型というのが正解です。はい。こんなの高校の一番最初でね、やることになります。
はい、で今日のメインはこの第四文型というものになりますが、第四文型 SVOO というふうになります。主語、述語、目的語が2つ、目的語はにってつくのとおってつくのと2種類あるので、その2種類の目的語が両方入ってくるよというふうになります。でこれ順番がちゃんと決まっちゃってます。にってつく方が先、おってつく方が後。でにってつく場合は大体が人なので、ここ SV 人物というふうに覚えてしまう、そういうふうに教えてしまう先生も結構います。具体的に見るとどういうことかっていうと、こういうこと。 I gave her a present というふうになったら、私はだから主語ですね、 gave あげましたというのが述語です。でこの後ろに人物という順番で並んでいるわけです。彼女にプレゼントをというふうになるわけですね。でこれがまあ第四文型なんですけれども、厄介なのは、はい、同じ文です。私は彼女にプレゼントをあげましたというふうになるので、主語私はあげました、ゲイブで、この後ろ人物というふうになれば第四文型になるので、はぁ、あ、プレゼントというふうに言ってたのがさっきの例文です。でも何が厄介なのかっていうと、これを言い換えることができちゃうんです。言い換える場合どうすればいいのかというと、主語、述語は変わりません。でもこの後ろの目的語がおってつくこのものを先に持ってくる場合があるわけですよ。でそうしたらこれ I gave a present というふうになりますね。でこの後ろに人を持ってきたいんだけれども、このまんま母を置いてしまうと第四文型になっちゃう。でも第四文型は人物という順番じゃないといけない。じゃあどうすればいいのかっていうと、ここ母の前に一回 to という前置詞を置くんですよ。でそうしたらこれ前置詞だから、これ以降無視ってことになる。つまり文はこの to の前で切れるというふうになって、 I gave a present で一旦文が切れるので、これ第三文型になるわけですよ。で to her というふうに最後付け足すっていう、この第四文型は第三文型に書き換えることができるわけですね。で問題なのはこの人の前につく前置詞なんですけれども、基本は to です。でもここの述語の位置に make とか cook とか byを使ってあげたら、ここ人の前 for になりますよっていう風になりますですね。まあこれは、料理を作ってあげるとかっていうのは自分でもできるという、その自分一人だけでできる場合っていうのは for になるんだよっていう言い方がありますけれども、この3種類ばっかりなので、出てくるのはこの3種類を覚えちゃった方が早いと思います。具体的にこんな感じ。私のお父さんは私に新しい自転車を買ってくれたという風になります。でじゃあこれをまあ言ってあげましょう。主語私のお父さんはというふうになるので My father です。述語買ってくれたというふうになるので by の過去形 bought を使ってあげましょう。でこれをもし第四文型で言うんだったら、後ろ人物というふうにつながっていけばいいので、ここであと余ってるので人は私なので me です。で、物というのは新しい自転車というふうになるので、a new bike というふうになるわけですね。これはこれで正解です。第四文型です。だけど、これを第三文型に書き換えたらどうなるの？というふうになると、主語は変わりませんよ。述語も変わりませんよ。でもこの後ろ、第三文型なので、物人という順番にならなければいけないので、物まではそのまんま。入れてあげる。でも人を入れる場合、この人の前に前置詞を置いて一回文を区切るわけですね。この時ここに by を使っているので、人の前は for になるよ。 My father bought a new bike for me という風にならなければいけないよというものでした。これをちょっとね、整理して覚えておきましょう。以上、ご清聴どうもありがとうございました。